どうも、障害収支マイナス1万円ちゃんです。桜花賞終わりましたね。ボケー。負けました。今週の日曜日も悲しい気持ちで今過ごしております。結局前回の予想にプラス新緑化を気になったので入れて、で、リバティアイランドを軸にして、で、残り6頭で流して買った。なので、それの3連複5頭ボックス1頭流し買いました。負けました。ペリファーニア？ペリファーニア？ペリファーニア買ってないねん。はい。ペリファーニアってさ、エフフォーリアの妹ちゃんだったってみんな知ってた？私知らなかったんだよね。テレビが言ってた。そういう情報は皆さんどこで仕入れたんですか？もう知らなかったよ。それ知ってたらちょっと考えたよ、もうちょっと。あと、ぐちぐち言う人。いや、マジでさ、ペリファーニアさえ来なければ、4位ハーパー、5位、なんだっけ、ドゥアイズ、来てたじゃん。勝ってたじゃん。ハーパー来てたら勝ってたじゃん。もうちょっと頑張れたよね、ルメタン。いやー、ルメタンがもうちょっと頑張ってくれれば私勝ってたのにー。悔しい。いやー、はい。皆さん、勝ちましたか？勝った人はおめでとうございます。いや、でもね、リバティアイランドはすごかったね。さすが、さすがの。もう、まあ、リバティアイランドでしかないか、なかったよね、本当に。まあ、出遅れてはないのか。最初、後ろからのスタートだったじゃん。でも、リバティアイランドの足なら、最後、あこから3着以内には入れるなと思って、軸にしてたのは、心配はしてなかったんだけど、いや、でも、1等まで押し上げてくるとは。めちゃくちゃかっこよかったね。いやーもうリバティアイランド押していくしかないな っていう感じだよね。本当にすごい。足は。いやーもう川田騎手もね、外に出してきてくれました。ありがとうございます。ということで、リバティアイランドはおめでとう。なんですけど、まあ、負けたからね、嬉しくはないけど、風がすごい。リバティアイランドがすごかったのは本当におめでとう。素直におめでとうございますっていう感じ。で、コナコーストもね、モズメイメイにずっとついてってからの2位。すごい。おめでとうございます。コナコーストはどうなんだろう。私、今までのレースがずっと上がりが早いなと思って、3レース中全部上がり早かったから、コナコーストは予想してたんだけど、なんかもう割とずっと前にいたよね。そう、上がりとか関係あったのかわからんけど、コナコーストも来たねー。カナコーストいる、リバティいる、よし、最後14番かーってなった。そうだから、新緑化じゃなくて、なんだっけ 名前が、でもペリファーニアをね、入れるべきだったっていう感じ。これ、桜花賞の、予想をこうやってね、いつも競馬予想をこうやって紙に書いて予想してるんだけど、ペリファーニアちゃんとね、ここにね、入れてたの、最初。入れてたんだけど、めちゃくちゃ馬出すぎーと思って、カットしちゃったのよ。カットしちゃダメだったらしい、ペリファーニアは。とってもショックでございます。しょうがないね。こんなもんだわ。なんか前回はね、いっぱい買ったら当たってたんだけど、今回はね、マジ、これマジで全部買えば当たってたんだけどさ、さすがに多すぎるから、そう、ね。いや、当たってなかった、今回は頑張っても。はい。ということで、私、今回1500円かけたので、障害収支マイナス2910円ちゃんに進化しましょう。
嬉しくないね。そう、もうマイナス2万円ちゃんになりました。競馬歴1周年記念マイナス2万円ちゃんに進化、進化しちゃった。みんなごめんね。まあ来週からはマイナス2万円ちゃんとしてやっていきたいと思うので、皆様どうぞこれからもよろしくお願いいたします。でも来週ね、ちょっとね、できるかわかんないんだよね、競馬。ちょっと忙しくって来週。ママがね、東京に遊びに来るから、遊ぶの。だからママと遊んでるから、ちょっと競馬してる暇ないかもしれない。だから来週できなかったらごめんなんだけど、再来週からはね、やると思うので、来週もできたらやるね。はい。なので、これからのマイナス2万円ちゃんを応援してください、皆さん。はい。ということで、悲しい日曜日を今日も過ごしましょう、皆さん。みんな負けたと思ってる。勝った人、おめでとうございます。みんな、勝ったよ、負けたよって、ぜひコメントに書いてください。そして今日めちゃくちゃいい天気ですね。青空にちょっと前回よりは薄くなった私のピンク髪、とっても可愛いと思いませんか？はい、とっても可愛い。今すごいいい感じだよねっていう感じで、今日はまあ美女がまあまあいいんじゃないということで、はい。じゃあこの辺で終わろうと思います。最後じゃんけんで終わりまーす。じゃんけんぽい。うわー、ちょ、画面外に全然いけてないっていう。バイバーイ。てかコンクシェル全然こんかったやん。ごめん、みんな、なんか私の予想でもしコンクシェル入れちゃったよっていう人、マジでごめんっていう感じ。コンクシェルに触れてないなと思ってもう一回動画撮ってる。しかも手持ちなんでブレてたらごめんなんですけど、はい、ごめんなさい。コンクシェル前回のレースはすごい良かったのに、私の押し馬は当たらないということが判明されました。はい、じゃあ